こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立はナスと牛肉の煮込みです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では今日はアナウンサー、まず何から。はい、まず、はい、牛肉を手持ち台にちょっと切りたいと思います。ああ、立派な牛肉ですね。はい、うん、これはアソーっていうお肉なんですけど、アソー、はい、アソーって言ったらアソのブランド牛ですかね。はい、とっても美味しいですよ。あの甘みと旨みがあって、はい、美味しい牛肉です。ニンニクを潰します。はい、味、香りが出ます。まず最初にヘタを取ります。はい。立派なナスですね。そうですね、うん、やっぱり阿蘇と、まあ、今日地産地消ということで、ナスと今日お野菜がナスとトマトとピーマンありますけども、はい、もちろん、はい、はい、地元産阿蘇産です。やっぱり阿蘇産の野菜ですね。なんかすっごくみずみずしく見えます、本当に。はい、今ちょっと大きいですので、はい、はい、はい、ナスビと合わせて同じ大きさですね。はい、まあ、先ほど牛肉を炒めた油がまだ残ってます。あ、炒めた後ですね。ナスビを炒めていきます。はい、少しナスビが炒まってきましたら、はい、ちょっと牛肉を戻します。はい、そこへ調味料ですね。はい、お酒、お酒、はい、お砂糖、はい、あ、こっち、お醤油、はい、で、最後に、あ、最後の仕上げに足りない時にお塩で味付けしたいと思います。炒まりましたら、はい、今度はピーマンと、はい、トマトを加えていきます。はい、うん、あ、3、4分煮込んだらとてもいい感じになって、ナスビがしなっとしていい感じになってきましたね。はい、はい、味が旬でると思います。わ、彩り綺麗ですね。盛り付けそうですね、はい、トマトが入ってますので、はいはい、あ、なんかこの白い器にこの緑と、ね、赤とこの牛肉とかナスビがとても映えてますね。はい、はい、はい、わ、美味しそう。ナスと牛肉の煮込みです。出来上がりました。はい、完成です。美味しそうです。いただきます。はい、阿蘇の赤牛いただきます。美味しいですよ。美味しい、うん、なんか元気が出てきた、うん、ね、子供たちもほら、うん、食べきらないっていう子供さんが多いじゃないですか、うん、お野菜と牛肉が入ることによって、うん、牛肉の味がするから、はい、食べれる。これを食べたら元気になるはい、元気になります。皆さん、ぜひお試しあれ。
地産地消では阿蘇市で窯を開いてらっしゃる方に器を提供していただいています。阿蘇坊釜さんでは土に泥を凍らせ結晶模様を焼き付けたり、阿蘇の鉱物、植物の灰を使った器などを製作しています。